キャサリンシリーズ花の棺、花の棺は山村美佐の長編推理小説。キャサリンシリーズ第一作である。アメリカ副大統領に付き添って来日した令上キャサリン・ターナーの目的は日本独自の文化、特に生け花を学ぶことだった。東流、京流、新流の三大流派それぞれの家元がキャサリンを自分の流派に入門させようと必死にアピール。 しかしキャサリンは三人の家元の誰かではなく、ニューヨークで個展を開いた、マイコ側というかどうかに習うと、心に決めていたという。マイコ側なる人物を探し出すことになった、キャサリンのエスコート役の浜口一郎は、マイコ側が東流の皇帝、小川マイコであることを突き止めた。しかし、東流事務局に問い合わせても彼女とは連絡が取れない状態だという。また彼女は、 家元制度の廃止を訴えて、稼働会を騒がせている人物で、事務局もこの問題に関して、彼女を左門会に呼び出そうとしているのだった。小川舞子になかなか会うことができずに時間は過ぎ、来日から5日後の午後、副大統領一行は観光で二条城へ向かった。そこで一行を狙ったとみられる、爆竹を使ったいたずら騒ぎが起こった。それから6日後、ついに、 小川舞子に会うことができた。しかし彼女にいくらキャサリンのことを伝えても、今は、忙しい、自分より家元に習った方がいいなどと言って聞かない。彼女はタクシーに乗るとそのまま去ってしまった。ところが、その翌日の夜9時過ぎ、堀川山上近くの空野道で、小川舞子の遺体が発見された。東流系流進流、京都殺人案内家の棺は、テレビ朝日系。 土曜ワイド劇場で1979年4月21日に放送された。制作は朝日放送。名探偵キャサリンさんへの棺は TBS 系で1997年4月7日に放送された。探偵役のキャサリンは決まり子という日本人女性写真家になった。山村美佐サスペンス、カリアチチコシリーズ花の棺は テレビ朝日系で2005年4月2日に放送された。探偵役のキャサリンはカリア・カズミという日本人女性写真家になった。名探偵キャサリンはテレビ朝日系で2015年9月5日に放送された。探偵役のキャサリンをシャーロット・ケイト・フォックスが演じた。ありがとうございます。